トン結成ということもあって、まあ、イルハートについてね改めて押さえておいてほしい部分を説明しつつ、まあね、イルハートのこう隠れたチャームポイントみたいなやつをねみんなに伝えていこうと思います。みんなさ、なんか意外とイルハートの背中とかさ見たことないでしょ。大好き。まずはじめに、まあ知らない人もねいないと思うんですけど、イルハートはね4月にコンパイルハートの公式バーチャル YouTuber として爆誕しました。まあね、なんだろうな、まあバーチャル YouTuber としてはめちゃくちゃ早いってわけでもなく遅めってわけでもなくっていう、まあ、時期にねあのデビューをしました。イルハートはね、まあ、実際にねこの姿を鏡で見た時にこのさ、この頭のさハート部分すごいね可愛いなと思ってね、なんかいいなって思ったんですけど、まあ、このさ髪の毛がこうくるくるって巻いてあるところとかさ、なんかねこのハートとかもねすごい可愛いなって思います。まあその後にこうコンパイルハートの陰謀で飛行試験されたり、まあこれが没影っていうことが分かったりね、まあ、正直悪い会社に捕まったなって思いました。そんなこんなでね、こうアキネイターをやれば、まあ、そもそもイルハートが登録されていなかったり、なんかよくわかんない麻雀のゲームやらされたり、なんかね歌をね歌いたいっていう、なんかジャスラックにね連絡したら、なんかゲームの広報目的どうかなんかと見なされて、なんかジャスラックに登録してるね曲が歌えなくなってしまったり、まあね踏んだり蹴ったりっていうんですか。イルハートの、ね、スタッフもね、まあ、ぶっちゃけで結構頭を抱えたんですけれども、まあ、なんて言うんだろうな、そもそもさイルハートほとんどコンパのゲームやってないしさ、まあ、でもなんか、まあ、そんな中でね、なんかこの間のこう未練レコード時のそらちゃんのオリジナルソングで、ね、歌えるって分かってすごいねイルハート楽しかったです。あ、そうそう、なんかこの間ね久しぶりになんかイルハートの目が可愛いねって言われて、なんか確かにさ、こうイルハートの目ってこう星になってるんですよ。これもね、まあねアップで見ると可愛いなって自分で思います。まあなんかさ、これもね最初なんかイルハートだから、なんかこの目の中もハートがねいいんじゃないかみたいな話があったらしいんですけど、なんかねハートにしたら下品っていうなんか意見があったらしくて、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、もう結果的にね、まあ、今の星も可愛くていいかなと思っているはずね、結構気に入ってます。まあね、こんな感じにこう紆余曲折しながらもね、こうイルハートのみんなとかね、他の VTuber さんとか、あのファルコムさんとかケドイン先生とか電撃プレイステーションさんとかね、こういい感じにねイルハートの協力者が出てきて、まあ、協力してくれる人が出てきて、イルハートはねこう今もアイドル系のバーチャル YouTuber として生き残ることができております。ありがとうございます。今はねこの新しい部屋とかね、まあ、イルハートが増えたりとかしてね、こうイルハートの周りもねこうだんだん豪華にねどんどんなんか立派な感じで進めていきたいなって思うので、なんかなんかあんまり説明になってるかわかんないんですけど、まあ、わかんない人はまともかくイルハートの動画を見てくださいというわけでね、まあ、結果的にもイルハートがこれまでの思い出を語る回みたいになっちゃったんですけど、まあ、いろいろねなんか、なんかイルハートに聞きたいこととかあったら、あのツイッターからマシュマロ投げてください。あのちょっとずつね答えていただいて、ちょっとずつ答えていきたいと思ってるのでということでマシュマロもお待ちしてます。バイバーイ。あのですね、ちょっとねこの場をお借りしてみんなにねちょっと聞きたいことがあるんですけど、なんかさイルハートの生放送がさ、なんか今のところなんか全部テストが1回とゲリラ、2万人いた時のゲリラが1回なんだけど、なんかこれからね、まあ、生放送を定期的にやっていきたいなって思うんですけど、なんかペース的にどれくらいだったらみんなが見てくれるのかなと思って、まあ、1週間に1回か2週間に1回か、まあ、月1とか、なんか
なんかみんながさ、一番見やすいくらいのペースがいいなって思うので、なんかよかったらあのコメントで高評価と、高評価大事、高評価と、それとあの山放送のね、頻度みたいなやつを何日ぐ、ん？何日に1回のペースぐらいでやれいみたいなコメントを下にしてくれると嬉しいです。そんな感じ。以上。